どうもこんにちは。今回の電気自動車ニュースは、トヨタがついに待望の新型自動車を公開。しかしながらこちらは噂されていた電気自動車ではなくガソリン車のみの展開ということに。さらにトヨタはアメリカ市場において電気自動車の推進を少しでも遅らせるようにロビー活動をしていることも判明という衝撃の事実が次々と明らかにの2つとなっています。まず1つ目のニュースに関してですが、トヨタがついに待望の新型自動車を公開しましたが、しかしながらこちらは噂されていた電気自動車ではなくガソリン車のみの展開ということが判明してしまいました。まず今回のトヨタに関してですが、日本を代表する自動車企業であり世界最大級の自動車グループを構成しているのですが、実はトヨタに関しては現在欧米の既存メーカーをはじめ中国勢などをはじめとする電気自動車スタートアップなどを含めて一気に電動化シフトが進んでいる中においても、1997年頃から発売をスタートさせ、現在においても世界最高の技術力を有している自らのハイブリッド技術を前面に出すという戦略を採用しているため、現状高級車ブランドであるレクサスブランドから発売されているミッドサイズ SUV の UX300E と超小型モビリティである C-POD という2車種しかラインナップしていないというのが、これまでのトヨタの電気自動車に対する現状となっています。ちなみに電気自動車という言葉の定義を今一度確認してみると、大きく2種類存在し、まず日産リーフやテスラ車を代表する搭載された大容量のバッテリーに充電して貯められた電力のみで走行する完全電気自動車と、そのバッテリーとともに従来のガソリンエンジンも搭載しつつ、充電して貯められた電力とガソリンの両方を併用して走行することができるプラグインハイブリッド車、略して PHEV という2種類なのですが、今回のトヨタをはじめとして日本メーカーに関してはこの電気自動車という定義の中に自分たちの得意なハイブリッド車も含めて電動車という新たなカテゴリーを定義しているのですが、そもそもセルフチャージングという言葉でもてはやされているハイブリッド車というのはガソリンのみを使って走行することには何ら変わらず、最も重要なポイントというのは大容量のバッテリーを搭載している電気自動車でなければ外部から充電して電力をため、その電気を使って走行することができないのです。というのもよく電気自動車において言われることとして、確かに電気自動車は走行中に CO2 を排出しないかもしれないが、その充電している電気を生成しているのが火力発電であるから本質的には意味がないのであるという類の反論なのですが、そもそも我々日本市場における火力発電や再生可能エネルギーによる発電比率においてでも、バッテリー製造時から見たとしてもおおよそ9万キロ程度走行した段階で同セグメントの内燃機関車の障害排出量よりも電気自動車の方がその CO2 排出量が少なくなるのです。さらにヨーロッパ市場においてはおおむね3万キロ走行した段階で電気自動車の方が障害排出量が少なくなり、このような日本や欧米そして中国市場などを含めた世界の 95% の地域においてやはり電気自動車の方がその CO2 排出量は少なくなるということは事実であるのです。そして電気自動車の最大にして最も重要な視点というのは、現在世界で急速に進んでいる再生可能エネルギーの割合が増えていくことにより、既に発売されている電気自動車がその再エネによる電力を使って走行することができる、つまり既に街中を走っている電気自動車の CO2 排出量ですら加速度的に減少していくということであり、やはりこれはバッテリーを搭載して外部電力による充電をすることができる電気自動車にしか達成不可能であり、よってセルフチャージングであるハイブリッド車には絶対に達成できないポテンシャルを電気自動車は秘めているのです。前置きが長くなりましたが、要するに何が言いたいのかというと、世界がなぜ今電気自動車に舵を切っているのかというと、ただ走行中の排出ガスをゼロにするだけではなく、電気自動車の普及とともにそれに搭載される大容量のリチウムイオン電池も同時に大量生産されることによって、そのスケールメリットも相まってリチウムイオン電池の価格が急速に下落し、よって比較的不安定な発電方法である再生可能エネルギーという発電においてセットで運用することがマストである蓄電池のコストを抑えることができる、つまり電気自動車を今普及させることによってグリッドの再エネ率を高め、発電における CO2 排出量も減らすことができる、故に将来においてすでに街中を走っている電気自動車の障害排出量も加速度的に抑制されていくという流れに
電気自動車が貢献することができるからなのです。このように長期的な視点に立って世界は電気自動車に舵を切っているという状況において、今回トヨタが新たに公開してきたのがヨーロッパ市場限定モデルとしてアイゴクロスプロローグという、日本市場でいうところの軽自動車セグメントに近しいサイズ感の自動車であるコンセプトモデルとなっていて、残念ながら未だにコンセプトモデルではあるものの A セグメントという小型セグメントにおいては未だに電気自動車はあまり多くラインナップされていませんでしたので、その点に関しては非常に注目に値する車種であると思っていました。しかしながら今回のアイゴクロスプロローグに関してはなんと電気自動車としてはラインナップせずに、しかもプラグインハイブリッド車という設定でもなく純粋なガソリン車としてラインナップされるということで、こちらに関しては電気自動車関連のメディアだけではなく、おそらく海外の自動車メディアのほとんどが電気自動車であることを前提に報道していましたので、まず以前の動画において私自身も電気自動車であるということを前提に説明していたということもあり、この点はやはりさらに一時ソースをしっかり確認しなければならないと反省しましたし、今後はより情報の角度を上げることができるように情報発信をしていきたいと改めて感じることはできました。ただし私に限らず世界の多くの自動車メディアが誤解してしまったように、そもそも現在新車販売に占める電気自動車の販売割合を示す電動化率が 20% 程度、つまり5台に1台程度が電気自動車であるという状況であるヨーロッパ市場において、純粋なガソリン車のモデルを新たにコンセプトとして発表するという姿勢はあまりにも時代錯誤すぎるやしないかという点であり、繰り返しとはなりますが特にヨーロッパ市場においては電気自動車発展途上国である日本市場などとは比較にならないレベルで電気自動車が売れている状況であり、4年後である2025年からはいよいよノルウェー市場において電気自動車以外の販売を禁止するという期限が近づいていますので、2021年現在においてガソリン車専用のモデルのコンセプトを発表するのはそもそもヨーロッパ市場においてどこまで需要があるのか非常に疑問に感じるのは私だけでしょうか。またヨーロッパ市場に関してはその車両1台1台に対して CO2 排出量の規制をかけ、毎年毎年その規制基準が厳しくなってもいて、特に今年である2021年度に関してはリッター換算で20キロを超えてくるような基準となりますので、もはや純粋なガソリン車では達成困難なレベルにまで達してしまってもいるのです。いずれにしてもこのように今回トヨタから発表された新型車両であるアイゴクロスプロローグというコンセプトモデルに関しては大方の予想に反して残念ながら電気自動車ではなく、しかもハイブリッド車も設定せずにガソリンモデルのみの設定となりそうですので、果たしてこのようなガソリン車専用モデルが現在電気自動車の販売台数が急増し、かつそのガソリン車の販売を軒並み禁止しようとしつつ、そして CO2 排出規制のさらなる厳格化によっておそらくこのコンセプトモデルが実際に発売される2022年以降どれほどの販売台数を期待することができるのか、おそらくその期待値を大きく下回る結果になるのではないかと個人的には推測していますが、今後のプロダクションバージョンの発売時期、そしてその販売台数の推移とともに注視していきたいとは思います。そしてその日本最大の企業であるトヨタに関してもう一つ取り上げなければならないニュースがあるのですが、現在環境問題の政策を一丁目一番地に掲げているバイデン政権が誕生し、その施策として電気自動車や充電インフラに対して莫大な投資を表明しているアメリカ市場において、今回トヨタが請求な電気自動車の推進にストップをかけるためになんとロビー活動を始めているというニュースとなっていて、まず今回問題となっているのが直近で開催されていたアメリカ合衆国上院エネルギー天然資源委員会というエネルギーや鉱物問題に関する議論を行う常任委員会において北米トヨタの上級幹部であるロバート・ウィマーがその公聴会において証言した内容というのが、我々が電動化に急速にシフトしてしまえばとてつもなく大きな困難に直面してしまうということ、例えば充電インフラであったりバッテリーの確保、さらにはそもそもユーザーが電気自動車を需要することができるのか、そしてその値段設定が既存の内燃機関車と比較しても高額になってしまうというような懸念を示したのです。さらにロバート・ウィーマーは続けて、現在ヨーロッパ市場における電気自動車の販売台数は 2% 程度にとどまっているのに対して、トヨタに関してはこの20年間で累計で400万台ものハイブリッド車を販売した実績があるとも説明し、やはりそのようなヨーロッパや中国のような急激な電動化シフトには慎重になるべきであるとの主張を行いました。まず今回の一連のトヨタ側による電動化を遅らせようとするロビー活動における発言内容に関しては、
決して正確な情報とは言えず、というのもまず電動化シフトによる大きな困難に関しては、例えばテスラをはじめ直近ではトヨタと肩を並べる世界最大級の自動車グループであるフォルクスワーゲングループがバッテリーを自社生産する方針を示し、その内製化などによってバッテリーサプライヤーに大きく依存せずに電気自動車用のリチウムイオンバッテリーを確保することができるようになることもさることながら、現在電気自動車において最も費用のかさむバッテリー調達コストを最大で半減させることができると両メーカーとも説明し、そして自らが電気自動車において不可欠な充電インフラを独自に整備していく方針も示しているのです。つまり確かに2021年現在の状況のみを取り上げて、やれバッテリー調達ができないだったり、電気自動車は高い、充電インフラどうするんだなどという批判というのは現状の課題認識という点では正しいのですが、そのような課題を解決するためにすでに電動化に舵を切っているメーカーが具体的なロードマップを示しつつ解決策も提示しているというのは未来志向のスタンスとは全く相入れないスタンスであり、 CO2 排出量の削減にコミットするという自動車産業に関わらない世界的な流れから明らかに逆行してしまっているのです。そして私がこの一件に関して感じたことというのは、個人的には別にここまでして電動化に舵を切りたくないと考え、旧来通りのハイブリッド車、そして水素燃料電池車なども進めていくという方針は一営利企業としての選択として尊重されるべきであるのかもしれないとも感じる一方で、 CO2 排出量を減らすために最もベターな方法であり、その困難な挑戦を続けている電気自動車を推進する世界のメーカーの足を引っ張るようなことだけは絶対にやめていただきたいという点であり、そのような新たな挑戦の邪魔をする日本最大の企業の姿勢を見た世界がどう感じるのか、時代錯誤的な考え方が世界にどう映るのか、ぜひとも日本人一人一人が改めて考えてみる必要があるのではないでしょうか。いずれにしても今回電気自動車の普及状況が著しいヨーロッパ市場においてガソリン車のコンセプトモデルを発表し、さらに北米市場においては電気自動車の普及を少しでも遅らせるためにロビー活動を行っていたという事実を見るに、日本最大の企業が世界の潮流から逸脱しているということが図らずも浮き彫りとなってしまったということになりますので、今回のアイゴクロスプロローグの社名ともなっているプロローグの意味である何かの始まりという意味がトヨタという日本最大の企業の終わりの始まりでないことを祈ることしかできません。チャンネル登録や高評価、そして日産アリアも試乗できるメンバーシップ登録のほどどうぞよろしくお願いします。今回は以上です。